こんにちは。はい、こんにちは。今回、ね、やだ。はい、ね、今回ちょっとね、こんにちは、子供の子もいるんですけどね。やだ、はい、ね、ちょっと静かにできる、ちょっと今ね、うん、そう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 、 YouTuber やっちゃう、ヒカケーン。あ、違う違う違う、ヒカキンさんじゃないから、名前あんまその容易に出さないで、その安直に。あんまりね、良くないから、そういうのね。ポンポンハロー YouTube。 ダメダメダメだから。ボンボン、違う、ポンポンじゃないよ、うんうん、ボヨンポン。違う違う、ブヨンブヨン、ブンブンね、ブヨンブヨンの腹、ブンブンね、お母さん、お母さんの腹、ブヨンブヨン、ブヨンブヨン。お前のお母さんやろ、それ。違う違う違うから。この人ひどくない、この YouTuber。 あ、俺に言ってんのかな、お母さんのことさ、うん、なんでそんなこと言うの。あ、お母さんなのこれ。お母さん、あ、これお母さんなの。お母さんとんでもない服装してるけど。お母さんキモいな、奇抜やな。ブヨンブヨン、ブヨンブヨンしか言わない。え、ビビ君、あ、こんにちは。こんにちはって言うか、お母さんに。どういうこと聞くのよ。はい、すいません、キモい。サスケ君、オロチマルじゃん。オロチマルじゃん、親。サスケ君が欲しいわ。サスケ君はどこ。サスケ君探してるわ。あさ、やっていきましょう。さあ、じゃあどこにおりましょう。左手に見えるのが富士山の子孫、うん、右手に見えますのが富士山の兄弟。さあ、やっていきますけども、うん、さあ、太陽が沈み、また日は昇る。この世界は素晴らしい。大丈夫かな、あの人。ね、どうだろう。プレイ人数は100人。この100人というのは皆それぞれ命を持っている。そうだね、その尊い命を奪って最後の一人になるのは誰。ちょっと選挙風な。無心で人を殺し、その人の武器を奪い。止めて。あ、止めた方がいい。え、どこまで喋るかな。時間をかけてほっといたら、火や武器、弾、爆弾。一旦喋らせてみない、これ。いろんなものをどこまであるんか。自分の命を削って時間を使って集めたそのアイテムを無理やり殺して手に入れる。そこの時に思い浮かぶのは何。もうそろ限界だと思う、多分。そろそろ止まると思うんだよね。このベンチもまだだ、まだあるわしが。このゲームクリエイターさんが時間をかけてデザインし作っておいたこの傘、それを壊した時に思い浮かべるものは何。ビビクもなっちゃった。そういう風に、そういう風になっちゃった。多分な、危ない、この人。危ないんだよな。すべての人に感謝して、長い。ゲームをプレイする。長いよな。何事にも感謝。俺は病院の患者。うん、どんいきなマジで。にはいやいやいや、だからさ、あれおかしいな。が使うのは。ボコボコ言うやん、お前。終わったな。出し切ったな、多分。あ、やっと終わった。終わった終わった。何を考えてるかわからないんやけど。どういうこと。普段のお前、多分こんな感じよ。え、周りから見たら。あ、本当。多分ビビ君を見てる周りの人の気持ちを、うん、俺今味わわせたかった。そういうことね。第三者の目線で物事を見てほしかった。ああ、だからそれだったら俺もできるわ。第三者から見たビビ君の挨拶できるもん。やめてよ、やめてよ。やっていい、それ。第三者から見たビビ君の挨拶。いいけど、まあちょっと動画過ぎてたらちょっと怒るよ、本当に。あ、いいよいいよ。さすがにね、俺そんなにどう過ぎたことはしないから大丈夫。いいかな、ちょっと。いいよ。あっ、どう、ブルー。あ、動画過ぎてる。それ。あ、マジ。でも俺からしたらなんか別に変わりないけどね。そう、ちょっと待って。うん、ビビ君の挨拶がいけない、今になっても気持ちないけどね、うん、俺こう見てるから。でも、いや待って、じゃあ分かった、ごめん。どんな感じ本当は。本当は、うん、そしたら俺も改める、ちゃんと。あ、こうなんだって。あ、やってんすか。うん、お願いします。ちょっとすいません、初めてなんでね。やってたんや。あ、ごめんごめんごめん。ビビ君が出んの初めてだから。怒るって絶対。そうそうそう、ごめんごめんごめん。まあ、次は絶対にちゃんと、うん、だ、命だからやっぱり挨拶は。オッケーオッケー。で、今回だからね、ビビ君が出るのが初めてだから、だからしっかり挨拶。あ、ごめんごめんごめん。あ、そうだ。あ、一回待ってて。あ、できるできるできる。トムさん、やばい、やばいやばいやばい。
構いるよこれ。ちょっと撃とう撃とう、敵撃つわ。ちょっと撃って。オッケー、オッケー、当てた。ちょっと待ってね、また1人やった。ナイス、さすが。1人やれそう、あそこやれそう、やれそう、行って。ちょっと待ってよ、なんだこれ。これすごいね、なんかさ、フレアガンみたいなやつね。これあの上に撃つじゃん。うん、これ見て、これ敵の位置わかるんだけど。そうなんだ、俺もどうじゃ。え、ちょっと見えないんだけど。オッケー、上にいる上にいる、撃った撃った。あ、ちょっとやばい、あーごめん、ビビ君ちょっと起こせる、ごめんね。うん、いやいいんだよ、全然いいんだけど、ほんとごめん。さっきのは許してないよ。あ、嘘。あ、マジ。さっきのも含めて謝るわ。あ、ほんと。うん、さっきの含まってる、今のごめんに関しては。あ、そっか、これ死んだことに関しては謝ってないし。全然許さないけど。あ、許さないんだ。うん、あ、やばい、うわ、やばいやばい、ここいる、ここいる、ここ。オッケー、撃つ。なんか光ってる、なんか光ってる。あ、敵いる、あ、来た来た来た、撃つ撃つ、やばいやばい、撃たないと、やばい、ちょっとやった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 、 SS、 さすがっす。武器もらっていい、これ撃てけ、わ、これ敵だ。 OK、 そう、撃つわ、撃つわ、撃つわ、終わった、終わった、終わった、やったやったやった、ナイスナイス。おい、弾ね、弾、撃ってる、撃ってる、待って待って待って、ちょ、資材もらうよ。あ、資材ね、この人。終わった終わった。今ウォシュレットって言った、誰か言ってない、言ってない。美味しいからさ、これあげるよ。あ、やばい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 、痛いよ。やった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 、よしよし、ちょっと回復させるわ今。ミュウ君、さっきの許してくれる？いや、あ、ちょ、あ、許す、許す、あ、OK、全然許す。めっちゃ許すわ。どんどん使って。オッケーオッケー、次から挨拶あれにする。いいの、ミュウ君、だって挨拶だよ、自分の命だよ。あ、ちょ、おーみたいな感じだったから大丈夫。あ、オッケーオッケー、よかった。そんなことでね、怒んないよね。ありがたい。うん、どんどん拡散していくね。ありがたい。うん、いえいえ、空ビビですって言ってこう、今度から。やばいやつや。あそこにもいるわ。あ、待って、死ぬ。なになになに、いや、円で HP1 だった。俺です、生き返らせてくれ。任してよ。すいません、見捨てろよもう。まあ、優しい、ありがとう。まあ、多分死ぬで。さすがだよ、ごめんね。いいけどさ、すいません。復活しても多分死ぬよな。これは生きよう。ビッグ包帯持ってる？他に包帯6個あるよ。はい、サンキューサンキュー。よし、きついわ。あと HP のぐらい、頑張れ。これきついんちゃん、これこれマジで俺生きなきゃ。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。まあまあまあ、同じ人間だし、さすがだ、協力してさ、ありがとう、行かなきゃダメじゃん。優しいんだな、そういうことだよね。ソラビビの好感度が10上がった。やった、やった。うわぁ、ありがとう、ビビ君のおかげでマジで生きれた。あ、ビビ君これ、あ、やった、アバルで好感度が10上がった。あげる。あ、誰が出てくる。ビビ君の好感度が10上がった。来るよ、エンエンエン来るけど、エンは、はい、ちょっと、はい、ハープガンの才能やめろや。あいつハープガンの才能あるわ。閉じ込まれた、逃げよう、ここだ。なぜお前を閉じ込めるって。ゆうくん閉じ込めたら。あー、ここにもいるわ、こいつだけ一瞬でやろう。あ、オッケー、待って、ちゃんとがっつりいるな。いるいるよ、ここにいるよ、ここ、ここ、撃った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 。いやー、味方来た。うわー、これやばいね。いやー、やばいやばいやばい、ちょっと俺無理なんですけど、こんなの。やばい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 、あー痛い、挟まれてる、やばいやばいって、あー痛い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 、あーおっぱい、あーやべ、あーやばいやばいやばい。ということで企画、気づきましたか、何をおっしゃったか。私が、え、ん、気づいてないようですね、二人とも。あれちゃん、釣りやってたドッキリちゃん。ちげーわ、ドッキリじゃねえ。だとしたら、しかも線香いじりながらフォートナイトってやつ。それビビ君。ちょっとちょっと、うん、あ、違うか、ちょっとやめてよ、それ言わないって約束じゃん。本当だ、じゃあ違うよ。はい、攻撃の時一切参加しなかったらバレるのか、ドッキリでした。嫌がらせやん。一切攻撃してないよ、ね、俺1対4やったんやな。でも俺ね、やりながら気づいたんだけど、俺どの道知るの早いから、これ気づかねえなっていう。どの道、うん、あ、先死んだか、オッケーって感じだった。そうなんよな、だから攻撃しようがしまいがあんま変わんなかったっていう検証結果ですね。もうこれから多分攻撃しなくていい、はい、っていうことが多分分かったかな。これから攻撃しませんので、ありがとうございました。